うつ病改善にとても役立ったなというものを5つ紹介します。メンタルコーチの諮問です。29歳から35歳までうつ病を抱えていました。今回の治ったというのは、日常生活が問題なく送れる、うつ症状や無気力症状などはない、仕事や強めの運動などストレスがかかることもできる、いろんなことを楽しむことができる、薬を飲んでいないなどの状態です。うつ病が治ったきっかけの一つは、うつ病を治すではなくて、今よりもより良くなればいいという風な考え方に変わったことです。そもそもうつ病を治すというのが僕の中ではとても曖昧なものでした。どういった状態がうつ病が治るというのか、いまいちわからなかったんですね。うつ病を治すというとなかなかゴールが見えなくて、ただでさえ無気力なのにやる気を失ってしまうことが多かったんですが、今よりより良くなっていくぐらいのレベルであれば、それならある程度なんとかできそうだなという気持ちがあったので、一つ一つの行動がしやすくなりました。うつ病を治すことに目を奪われてしまって、実は身近にあった選択肢というのをとても見失っていたと気づきました。何度も失敗したうつ病改善の方法の中で朝散歩があります。その時はうつ病を治すイコール朝散歩だったので、朝散歩にものすごくとらわれていたんです。朝散歩はリズム運動で、有酸素運動で、しかも日光を浴びれるということで、うつ病に効果的なのは間違いないんですが、朝散歩しようと思ってできない、続けることができないと単に自分を責める結果になります。特に僕の場合は、何度も朝散歩を挫折して、お医者さんにどうしてできないのと言われるのがとてもストレスでした。その時はろくに知識もなかったので、根性が足りないのかな、でもうつ病だから仕方ないのかな、でもこれはうつ病だから仕方がないのか、自分が逃げているだけなのか、それすらも自分ではよくわからないなということで、悶々と悩んでいたんです。ただ今をより良くしていこうと考えて、視野をちょっと広げてみると、朝散歩ができなくてもひとまず体を動かせば今よりもより良くなっていくなと考えたんです。ひとまず1日ベッドで22時間以上横になっているから、座る時間を少し増やそう。昔テレビが好きだったから、テレビを見ながらであれば座っていられるかもしれないという風に座るという時間を伸ばしたり、朝散歩はできなくても皿洗いぐらいならできそうだなと思って皿洗いを始めたり、部屋全体を片付けるのは難しくても部屋の一部だけを片付けするであるとか、床に落ちてるゴミをゴミ箱に捨てるぐらいならできそうだなというところから始めていきました。運動を目的としない身体活動、ニートには運動量としてはウォーキングと同じぐらいの運動量があります。他にもベッドの過ごし方で、痛みや苦しみにイライラしながら過ごすという選択肢もあれば、ひとまず深呼吸しながら過ごそうであるとか、全身的な筋弛緩法をしながら過ごそうであるとか、当時の僕はこれぐらいはできたので、より良い選択肢というのはできるんだなと思ったんです。うつ病を治すではなくて、より良い意識を持つという考え方を持ってから、うつ病が改善していっただけではなくて、うつ病が改善した後も睡眠や体や仕事を整えていくのにとても役立っている考え方です。うつ病が治ったきっかけの2つ目は、コントロールできるものに目を向けるです。過去を振り返ると、朝散歩を何度も失敗している、できたとしても継続することができない、それにもかかわらず朝何時に起きて朝散歩をするという風な同じ方法を試しているということに気づきました。同じ方法をして同じ失敗を繰り返していれば、次ももちろん失敗するというのはある意味当たり前といえば当たり前なんですよね。つまり当時の僕にとっては、朝散歩を継続するというのはそもそもコントロールができないものだったんですね。だったらどうすればいいかというと、コントロールできるものに目を向けていきました。散歩しようと思って散歩することができなかったので、朝コンビニにバナナヨーグルトを買いに行こうであるとか、近くの神社に歩きに行こうというふうに目的を変えると、朝散歩と同じ行動もできるようになってきました。それだけで気持ちが楽になって動きやすくなったんですよね。コントロールできるなと思ってコントロールできたことは、食べ物は美味しさに目を向けてその中で栄養があるものを取るであるとか、18時になったら皿洗いをする、掃除を少しするであるとか、本を読むことはできないけど5ページ6ページぐらいなら読めるなということで本を読むということを始めました。コントロールできない部分については、抗うつ剤をやめる、睡眠薬をやめる、双極性障害の薬をやめるというのはこの時はできないと思っていたので、薬をやめるのを諦めようと考えていました。やめようと思ってやめれないとストレスになるんですが、薬は食事と同じように自分の人生にとって必要なものと考えると、それだけで気持ちが楽になりました。結果的に積み重ねていくうちに、薬やめれそうだなって少しずつ思い始めてきて、薬をやめていくことにはなりました。うつ病が治ったきっかけの3つ目は、知識を道具として捉えるです。深呼吸、全身的な筋弛緩法、少し栄養のあるものを摂る、ニートを増やすなどで少しずつ体調が良くなってきました。この時に知識って自分を助けてくれるんだなとすごく思ったんです。ただ読書するのってとてもしんどかったんですね。もともとは文字を読むのがとても苦手で、目が疲れるというのもあるし、当時はまだ本を読む姿勢を維持するというのが難しかったんです。ただうつ病になる前は読書をしていました。あることに気づいたんです。今まで本を読んだりネットで知識を集めても覚えてないことが多い。なぜ覚えてないことが多いかというと、そもそも使っていない知識がとても多かったんです。当時はより良くなっていくというのが目的だったので、使える知識を増やしていこうと考えました。これはプラグマティズムなどで言われる道具主義の考え方です。何が正解かを考えるのではなくて、自分にとって使えてより良い結果が得られるもの、知識は手に入れるものではなくて使うものなんだと気づいてから、本の読み方が変わりました。例えば本を読んだ時に、今日明日ですぐに使える知識のみを読もうと考えたんです。そうすると大体の本は5分10分で読み終えてしまいます。見出しを見て、これは今日明日できそうだな、これは今日明日できそうにないなっていう風に分けて考えると、今日明日できそうな知識ってとても少なかったんですね。これは良さそうだなと思ったものの中で、今日明日できて簡単なものはひとまず全部やってみるというくらいでやっていきました。寝ながらできる運動もあれば、筆記開示というジャーナリングのテクニックもあれば、いろいろな呼吸法であったり、ボディスキャン瞑想、サプリメント、セルフコンパッションや感謝日記などの日記の書き方、あとは日常生活で簡単にできるこまめに水を飲む、カーテンを開ける、窓を開けるなどの簡単で効果がありそうな方法、これらを一つ一つ行っていきました。僕が心理療法の中で認知行動療法ではなくて、セルフコンパッションや ACT アクセプタンスコミットメントセラピーという風な心理療法の方に目が向いたのは、認知行動療法よりも今日明日できて簡単そうで継続できそうというのが大きかったからです。知識を道具と見て、自分が使えるもの、その中でより良くなっていくもの、さらに手軽なもの、お金がかからないものというところに目を向けて、行動と改善を繰り返していくと、思ったよりも早い段階で日常生活を整えていって、薬をやめていくという段階まで行きました。うつ病が治ったきっかけの4つ目は、自分に思いやりを持つです。これはセルフコンパッション、自分への慈悲、自分を思いやるという心理学というところから来た考え方ではあったんですが、僕にとってはとても効果がありました。実際に自分に優しくする、思いやるということを考え始めてくると、優しくするってそもそもなんだろうというのがありました。無理しないでベッドで横になってればいいよであるとか、我慢せずにお菓子を食べとけばいいよであるとか、そういった行動をしていると自分が良くなっていかないし、悪くなっていくということに気づいたんですね。それって優しさではないなと思いました。なぜなら自分が望む方向に進んでいないからです。もちろん無理せずにベッドで休むであるとか、お菓子を食べるということがより良い未来につながることもあります。特に本当にものすごくしんどい時というのは、無理に体を動かさずに薬を飲んでベッドで休んで栄養のあるものを摂る、ベッドでできる中でメンタルを和らげていくであるとか、ネガティブな感情を和らげていくであるとか、ろくに食べ物が食べられないで人生に生きていく喜びもあまりない時に、お菓子を食べることでカロリーが摂れる、生きる喜びが少し味わえる時もあります。ただ当時はある程度行動ができるようになってきたので、その方法は優しさではなく、自分をマイナスに導く行動だと思ったんです。だったら優しさってなんだろうと思った時に、自分に寄り添ってあげる、自分をサポートする、自分を応援する、自分を導いてあげる、自分の言葉を自分で聞いてあげるというのが自分にとっての優しさというふうに思いました。ただ人はどうしても自分のことを特別視してしまいます。自分に優しく人に厳しいという人もいれば、自分に厳しく人に優しいという人もいますよね。特に自分に厳しく人に優しいというのはとてもいい言葉に聞こえますが、これも自分を特別視しているところから生まれています。自分にも相手にも思いやりを持つのであれば、自分に厳しく人に優しく、自分に優しく人に厳しくという風な差が生まれてこないからです。自分を特別視しない方法として、自分を大切な人と置き換えて考えてみるという方法があります。これは大切な人と言っていますが、自分以外の誰に置き換えても OK です。自分が思いやりが持てる人、想像上の架空のキャラでもいいです。その人が自分と同じ立場だったら、自分だったらどう寄り添ってあげるか、どう思いやりをかけてあげるか、どう言葉かけするかっていうところを考えていくというところです。頭の中だけで考えると難しいので、日記のように文章に書くだったり、自分と向き合っていくために自分のキャラクターを書いて、このキャラクターをどう育てていけばいいか、このキャラクターは僕がどうすれば喜んでくれるかというふうに考えて、自分と向き合っていくという方法をとっていきました。まず始めたのが、1日5つしんどかったこと、苦しかったことを書いて、その中で思いやりを持って自分に返事を書くという日記を書いていたんですね。僕の場合はそこに感謝を加えていたので、セルフコンパッション日記であり感謝日記という状態でもあります。ちなみに感謝日記は副交感神経を優位にするリラックス効果があるという研究もあります。うつ病が治ったきっかけの5つ目は行動活性化療法です。行動化活性化療法というのは、まず行動してその結果望ましい行動であれば続けていく、望ましくない行動であれば減らしていくというふうに、行動した結果で望ましい行動かどうかを考えていくというものです。当時は行動活性化療法という言葉は知らなかったんですが、今よりより良くする、コントロールできるものに目を向ける、知識は道具というこの3つの考えのもとで、結果的に行動活性化療法の考え方になっていました。知識は道具と考えているので、まずやってみないとわからないという考え方があったんですね。なのでまずやってみようということでやってみる。実際に行動するためには、行動できるものと行動できないものに分けなくちゃいけない。これがコントロールに目を向けるですね。つまり行動できるものに目を向けるというところです。最後に、今よりより良くなればいいと考えていたので、知識としての正解ではなくて、行動した結果自分の感覚と感情がどうなるかというところを見ていきました。あと付け加えると、自分を思いやることによって行動して失敗しても落ち込むということがぐんと減りました。自分を攻撃的に責めることがないからです。なぜ失敗したのかなと考えて、改善を考えていくか別の方法をやっていくというふうに考えていきました。行動化活性化療法で気づいたのは、行動する前にその行動を評価していたということです。例えば僕は人ともう少し話せるようになればいいなということで、当時滑舌練習をしていたんですね。ただ滑舌練習をしようと思うと、喉を痛めるし疲れるしめんどくさいなと思っていたんですね。なので滑舌練習って僕の中では、とても気持ちいい行動が10で、とても嫌な行動が0とすれば3点ぐらい、ちょっと嫌な行動だなと思っていたんです。でも実際に滑舌練習をすると、前よりうまく口が動くようになったなーであるとか、声を出すと少し気持ちが晴れるなーであるとか、滑舌練習をした後はなんだか気持ちいいな、行動しやすくなるなーというのに気づくと、行動する前は3点ぐらいだなと思っていたけど、実際滑舌練習をするとこの行動って7点ぐらいはあったなということに気づいたんです。というふうに思い込みによって行動をマイナス評価していたということに気づきました。なのでこの行動は嫌だなというのが思い込みによるマイナス評価なのか、実際にそうであるかっていうのは試してみないとわからないというのが行動化活性化療法につながってきます。まず行動してみて、自分の感覚や感情が気持ちいいな、ポジティブになったなと思うものを続けていき、そうでなかったものは一旦手放すということを繰り返していったんです。以上の行動を繰り返していくうちに、ずっとベッドに横になってとても苦しいと思っていた時から半年ほどで交通剤や双極性障害をやめることができました。同じような考え方で繰り返していくことで、動画編集やウェブサイトを作る仕事ができるようになったり、 YouTube でお話ができるようになったり、マラソンが完走できるようになって、ランニングが趣味になったり、睡眠薬を飲まなくても眠れるようになったりと、今に続いてきます。今回の動画が良かったら高評価をお願いします。僕のチャンネルでは、元うつ病で双極性障害の僕がメンタルや睡眠を中心に健康になっていく考え方、知識をお伝えしています。ご興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。